ライオンキングはアフリカのサバンナを舞台にした感動的な物語です。主人公はシンバという若いライオンで、彼は将来王になることを夢見ています。物語はシンバの父であるムファサ王が賢く強いリーダーとしてプライドランドを収めているところから始まります。しかし、 シンバの叔父であるスカーは王位を狙っており、彼の企みによってムファサ王は亡くなってしまいます。シンバは父の死の原因が自分にあると思い込み家を離れてしまいます。家を離れたシンバはティモンとプンバという新しい友達と出会い、彼らと共に気楽な生活を送ります。しかし、故郷のプライドランドはスカーの支配下で荒れ果てていました。 シンバの幼なじみであるナラが彼を探し出し、真実を伝えます。シンバは勇気を出して故郷に戻り、スカート対決します。真実が明らかになり、シンバはプライドランドの新しい王として受け入れられます。ライオンキングは家族、友情、そして自己発見の物語です。シンバの冒険を通じて勇気と真実の大切さが描かれています。